隣の乗客。もしもし、もしもし、もうすぐ青函トンネル入るから電波届かなくなると思うから切るよ。あの子にはおめでとうって言っといて。いや、いいよ。じゃあね。お若いの、一人旅かい？ええ、まあ。いいね、若いもんはどんどん旅をした方がいい。そうですか。しかし、その携帯電話はいかんな。せっかく遠くへ離れても、身近な人間からかかってくる。よくないんですか？旅した距離がすぐに縮まっちまうだろう。一人旅っていうのは何かから離れたくってするもんだ。ずいぶん長い電話だったが、何がおめでとうなんだい？僕の電話聞いてたんですか？いやいやいや人の話を盗み聞きするようなことはしないが、3年も付き合って大学の後輩だったんだろ？聞いてるじゃないですか。青年実業家に取られるなんてね。すいません、この話やめてもらえませんか？俺ただの一人旅ですから。笹かまぼこ食べるかい？いや、いいです、ありがとうございます。そう、旅は感謝だ。お若いの、人生は旅だ。山あり谷あり、長い長い旅をするために親御さんがお前に命を与えてくれた。どんなに辛いことがあっても親に感謝しなくちゃいけないよ。はい。目的地にたどり着くのが旅じゃねえんだよ。元気に家に帰るのが旅だ。わかるかい？おじさん。若いの、いや、旅人よ。新しい人生の始まりだ。笹かまぼこでも食え。はい、いただきます。うまく、おいしいです。お前さんと人生の旅ができない女なんて忘れちまえ。はい。青函トンネルの向こうには北海道だ。旅の出会いが待ってるぞ。はい、なんだか元気出てきました。おお、結構結構。はい。ところでおじいさんは北海道のどちらまで？俺の行き先は北海道なんかじゃねえの。どこ行くんですか？もう通り過ぎた。まさかおじいさん目的地を決めない人生最後の旅なんじゃ。宇都宮で降りるのを忘れたの。え？隣の人と話し込んでて忘れた。次の駅で降りればよかったじゃないですか。また違う人が乗ってきて話し込んだ。仙台で降りなかったんですか？車内で笹かまぼこを買ってね、忘れた。で、僕が乗り込んできて隣に座った。やけに寂しそうな顔をした若者だったなと気になってね。おじいさん、それで降りないでずっと乗ってたんですか？まあ、いや、おじいさん、そんなことして、だって電車降りなかったらずっと北海道。いやいや、まあまあまあ、若いの、固いこと言わないで、気ままな男の二人旅ってことにしようや。そして列車は長いトンネルに入った。車内も真っ暗になり、会話もなくなった。やがてトンネルを抜けた時、眩しい光の車内にじいさんの姿はなかった。列車は北海道に入った。あのじいさんは一体
体どこへ行ってしまったんだろう。いやー、すっきりした。